はい、始まりました。皆様こんにちは、古田美代子のライフセッション、4回目ですね。この放送は名古屋の IPTV のバーチャルスタジオからお送りしております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。前回は祭日でお休みでしたので一月ぶりになるんですけど、いかがお過ごしでしたでしょうか。で、本日のゲストは時期的に確定申告の時期ということもありまして、弊社お世話になっております、税理士法人 OTA の、代表社員であります岡田先生、私の、全てをご存知の全てをご存知の、岡田先生いらしていただいてます。1時間今日よろしくお願いします。はい、なんかお忙しいですか。まあ、そろそろやっぱり確定申告の時期なので、だんだんとバタバタとしていきます。まあ、3月15日までなので、はい、その期間限定のですね、はい、一応お忙しい時にありがとうございます。でもなんかいろいろ本当に勉強っていうか、はい、知らないでそのままでいると大変なこともありますし、そうですね、よく言われますけど、知っててね得することはそんなになくて、でも知らなくて、ああそうだったのかっていうのを結構やっぱり多いですもんね。そういう意味で、はい、先生とかからまあ弁護士さんとかもそうですけど、庶民の味方になっていただいて、よろしく、弊社の味方になっていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、頑張ってやっていきましょう。はい、で、はい、文化のコーナーということで、いつもは例えばお芝居の情報とかね、いろいろなことをさせていただいておりますけど、本日は岡田先生をお招きして、文化といいますか社会事情といいますか、生活に密着した身近な税金のお話ということで、教えていただきたいと思うんですけど、はい、確定申告される方、年々こういろいろ税務署の方もテレビとかネットでこう何ですか、呼びかけるっていうのもあるので、割とサラリーマンの方でもこう一般的になりつつあります。そうですね、宣伝等も含めまして、確定申告って言葉は皆さんどこでも、聞かれたことがあると思うんですけれども、一般的に給与所得、要はサラリーマンの方ですね、この方々については基本的に会社の方で年末調整っていうのをやりますので、基本的にもそこで終わってしまう、でその他に、例えば株をやってみえたり、例えば不動産収入ですね、駐車場を貸してみえたりとかっていう別の所得がない限りは通常確定申告っていうのはされないものですから、比較的意識の中では薄いと思うんですね。なので税金に対しても同じですけれども、認識が薄いと、自分が大体どの程度差し引かれているのかっていうのをご存じない方も意外と多いものですから、ですね、しっかりなんか変な言い方ですけど取られてる分というかね、差し引かれてる分、把握するとえって思う。そうですね、だからいわゆる、よくわかんないですけど、額面の額と手取りの額との差ですね。そこにはいろいろ保険とかね、いろんなものもあるから一概にその税金だけということは言えないし、だけどでもびっくりしますよね、その差があって意外と。そうですね、今大体皆さん確定申告関係ない方、サラリーマンの方でもそうですけれども、給与所得、会社でお給料もらわれている方についてはですね、所得税以外に社会保険料、それから市民税、住民税ですね、あと諸々会社によっては引かれている方も見えるかと思うんですけれども、大体その所得税、それから市民税、社会保険料だけで、いわゆる額面金額の30数%ぐらいと言われて、もちろん所得が高い方っていうの多い方はもっと多くなるんですけれども、大体そうですね、500万ぐらい、年間の給与の額面で500万ぐらいの方については30数%、3%、3分の1ってことですか。社会保険料含めてですけどね、もちろんだから要するに身入りの分、じゃあ例えば10個のチョコレートあったら3粒半は誰かが食べてるっていう、そういうふうに言われたらそうです、給与明細見られた方はその10粒分は目に入ります。手取りはもちろん通帳とかで確認できますけれども、ただやはり意識が薄い、我々もそうでしたけども、給料をもらっている時は給与明細って大体会社からもらってもです、そのまま右から左で見ないんで、そうするともういくら大体どれくらい引かれてるかっていうのはあんまり認識されてない方がやはり多いですね。そうですね、で改めてそうやって見てみると意外とびっくりっていうのは
あるかと思います。そうですね、はい、今特に名古屋は岡村さんね、私お勉強会で岡村さん時々ご一緒になりますけど、はい、市長さんでも今お忙しくなっちゃったからあれですけど、その税金減税、それでまあ要するにその例えば大きな国とか例えば県とか市とか大きな括りで言ったらすごく大きな話だけど、自分のお財布、今の話じゃないですけど、チョコレートに置き換えたら嫌だよね、3粒も誰かが食べてる、まあ、でそれがまたすごい変な言い方ですけど還元されてね、例えば違う形で道路がきれいになったり、例えば医療とかいろんなことでね、もちろん還元されることなので、それはそれでありきの話なんですけれども、そういうなんかこう意外と、あ、もういただいたものだけの中での生活っていうか、それだと本当にどれだけ、それを一月じゃなくてかける12、はい、それを例えばかける10年いただけないことですよ ね、 ね、なんか私がこの国支えてますみたいな感じになりますね。もちろんその社会保険料もそうですし、まあ、その社会保険料の中にはいわゆる年金、国民年金だったり厚生年金だったりって払われてるのは、将来自分がもらうために払ってるわけではないんですけれども、まあ、要は我々が払ってる年金については次の世代の方々、そのお子さん方に、還元されるために払ってるっていうのはあるんで、まあ、そういう意味では税金と同じようなものですし、そうですね、まあ、変な言い方ですけど健康保険料も払ってはいますけど、まあ、健康で病院にかかられない方は一切恩恵を受けられないというか、必要ないといえば必要ない、まあ、ただそれで皆さん他の方々がそれをもとに医療を受けられるということもありますので、まあ、重要なものではもちろんあるんですけど、本当にその税金その他、まあ、今よくいろんな政権とかいろいろ変わってね、昔は本当によくわからないものだった、ところが今番組、テレビの番組なんかでも池上さんじゃないですけど、なんかそういい質問ですねっていうのが去年 の、 何ですか、いい言葉じゃないですけど、あれになったみたいに、よく考えてみたら分かんないのにそのまま過ごしてるってこととても多いですね。そうですね、例えば本当に確定申告っていうその、まあ、税務署にサラリーマンの方とか行かれなくても、確か例えばお子さん生まれたい、なんかいろんなそういう身近な、ね、自分のところの家族、はい、家族っていう か、 家庭の中で何か違うことが起きた時には、それは言ってみればすぐそういう税金 の、うん、控除の対象になったりとか、うん、まあ、今だと国家減税とかね、はい、いろんなそういう、はい、のがあるから、この時期本当に大事ですし、そういうインフォメーションもね、どんどんしていく、いろんなこと、今全然話変わりますけど、法の規制とかがいろいろ取れて、テレビのコマーシャルなんかでも法律事務所とか、はい、そういうのコマーシャルを出せるようになりました ね、 ね、昔は一切ダメでしたもんね、はい、我々の業界もダメだし、ね、広告、はい、だからまあそういう意味では身近になってきているということですね、そうですね、じゃあその今一番その何ですか、生活に根付いた、まあ、いわゆる確定申告の、はい、裏技とは言わないですけど表技で、はい、まあ、何か一番皆さんに、はい、身近なものはどういったものですか。そうですね、まあ、この時期3月15日まで確定申告がありますけれども、通常この時期やられるもの、まあ、先ほどお話しましたみたいにサラリーマンの方はあまり意識がないということもありますけれども、もともと事業されている方というのは基本的には毎年確定申告されていると思いますので、まあ、よっぽどお分かりかと思います。一般的にサラリーマンの方で確定申告の必要がある場合っていうのは、多分一番皆さん聞いたこともあるかと思うんですけど、医療費控除ですね、年間1月1日から12月31日までにお支払いされた分、かかった分じゃなくてお支払いされた分の金額 によって、税金の控除が受けられる、税金の控除が受けられるというか所得、その給与の対する税金のベースとなる金額から差し引くことができる、払い戻していただけるですね、っていうのがあります、でこれについては通常 の、 いわゆる保険料でかかった健康保険等でかかった、医療費、その他、ありますけれども、いわゆる美容整形みたいなものについてはちょっとできないんですけれども、よかったしてない、はい、してない私、はい、歯医者さん、私は歯医者さん、はいはい、歯医者さんでも
まあ、これもちょっと微妙なんですけど、お子さんがまあ、将来のために強制されるような場合は、医療費控除の対象になるんですけれども、はいはい、まあ、大人になってからですね、やっぱりちょっと歯並びが悪いからするわっていうだけでは、ちょっと確定申告しようができないということもあります。であと、まあ、もっとそうですね、身近なところでは、お子さん生まれた時に、まあ、産婦人科等で出産費用がかかるかと思うんですけども、はい、それについても医療費の対象になりますので、差し入れていただくことができますし、当然その負担、まあ、公共交通機関で、お医者さんにかかられた場合、それからタクシーが使われる場合もあるんですけども、そういうものも、基本的には医療費の対象として控除されますので、公共交通機関の場合は領収書が出ないですよね、はい、機械で買いますので、はい、その時はいつ何日に、どこの病院行くのに、往復でいくらかかったと、はい、でどこの駅からどこの駅まで乗ってぐらいのことを、まあ、メモっといていただいてですね、はい、でそれを合計していただく、そうすることで、まあ、税務署から確認を求められた時も説明できますので、そうですね、ですので、まあ、タクシー乗られた際も領収書は今出してもらえるものですから、そうですね、はい、取っておいていただいた方がいいと思いますね、本当に、まあ、お医者さんでもどんな、まあ、大きな病院とか、はい、小さな病院とかわらずきちんと領収書を出していただきますよね、昔は ね、はい、それほどでもなかったですけど、今はなんか医療点数のなんとかと、はい、領収書と出ますので、そうすると、まあ、本当に今おっしゃったように後からでも、あ、この日に病院行ってるってことが分かれば、バスと地下鉄のこの、ね、ルートを自分で行ったルートを計算してそれを足す、はい、意外とその辺ご存じないかもしれないですね、そうですね、医療費のお医者様が出していただいた領収書は、まあ、取ってあって、あと、まあ、それプラス そのことも、はい、結構ねかかりますよ、地下鉄とバスに乗り継いで行って、ね、往復だしね、はいはい、そういうのも差し引くことができます、はい、であと、まあ、これは、医療費控除の、まあ、一種というかうちなんですけれども、はい、まあ、車で自家用車で病院まで行かれた時のですね、駐車場代だとかガソリン代は含まれないので、そこは、まあ、いくら、病院に行かれた費用でも引かれないものもありますので、まあ、その辺は一部、はい、気をつけていただきたいところではあります。それから、まあ、よく医療費控除でですね、耳にされたことがあるのと思うんですけれども、10万円を超えないと、要は控除の対象にならないということがあります。それは一応10万円以下ですと、10万円を超えた分にしか対してしか所得から差し引けないので、意味がないっていうことなんですけれども、はい、例えば年間11万円、はい、医療費かかりました、はい、でそのうち10万円を差し引きますので、残り1万円をその税金の対象となる所得から差し引くんですけれども、はいはい、それは一応10万円という加減というかはあるんですけれども、それはあくまでも10万円ではなくてですね、まあ、所得があまり高くない方についてはその所得の 5%を差し引く、10万円ではなくて所得の 5% 差し引くってことなんですね。ですので一概に10万円超えてないから使えませんよということではなくて、所得 の 5% を計算してそれよりも超えてた分については差し引くことができるので、10万円超えてないからもう領収してちゃえではなくて、一度その自分の所得を計算していただくといいかと思うんですね。そうですね、今それこそこの間のなんだっけ、なんとか川柳、子供が一番なりたいのは正社員っていう、はい、目標だから、はい、そういう個別でいろいろ例えばお仕事されていて、それで合算して、はい、例えば、まあ、年間の収入という方が、はい、まあ、なんかですと、そういった例えばその10万円超えてって11万円だから、まあ、10万引いて1万円しかないからとかっていう、はい、まあ変な言い方です、面倒くさがらずにね、そうですね、そうですね、例えばお給料の方です と、年間年収ですね、先ほどお話してたの、うん、手取り額ではなくて、うん、いわゆる額面金額、うん、これが年間で大体310万ほどぐらいですと、いわゆるさっきの所得っていうのが200万円ぐらいになるんですね、で200万円の 5% ですから大体 10万円、ですからそれを超えてる方については10万円っていうのが一つの足切りラインなんですけれども、はい、それより、はい、未満の方についてはその 5% を差し引くので、例えば9万9000円しか使ってなくてもですね、はい、差し引ける金額が出てくることもあるので、はい、その辺は、まあ、10万円超えないから
まあ、最初から取るのやめとこうではなくてですね、うん、一応念のためにそうです、ね、え年間取っておいて、それから捨てても遅くないので。そうですね、ランチ1回分ぐらいに、はい、戻ったらね、はい、すいません、まあね、誰もくれないですよ、ランチただでは、はい、とあとよく我々ご質問を受けるのがご家庭例えば共働きで、はい、ご主人も奥さんも働きに出てるような場合、その場合についてご主人がかかられた医療費についてはご主人の所得から、はい、それから奥さんについては奥さんの所得から引くんですかとかってよく聞かれるんですけど、一世帯で見ますから、はい、もちろんご主人、まあ、財布の中身はちょっと分かりませんけれども、はい、ご主人がまあ基本的に負担されてるよということであれば、はい、一家まとめることができますので、はい、例えば奥さんが共働きで働かれてる、まあ、例えば、うん、子供さんがアルバイトで収入があるっていう方でも、はいはい一世帯同一世帯で住んでみえる、はいまあ、ご結婚されても全然別に住まれてる方は別ですけども、うん、そうでないともう一家丸ごとまとめて医療費の控除できるものですから、はいまあ、全部まとめて例えばお父さんのところでとか、お母さんのところでとかでできるので、ああですので、まあ、例えばお父さんだけで10万円超えてないからって言って、ダメだからじゃなくて、はい、お母さんの分も子供さんの分も含めて、はい計算していただくといいかと思います。すごい。それは多分皆さんご存じないですよね、はい、意外と。比較的意外と、まあ、毎年かかられているような方はまあご存じだと思うんですけど、なんかその今の話じゃないんですけど、サラリーマンだって税務署は直接は関係ない、またどうなんかお家買ったりとかね、大きなことがあれば別ですけど、はい、もっと身近に逆にこうやっていただくというかご相談をね、この時期だけじゃなくてね、していただけるような機関であったり、はい、また先生のようなお仕事、はい、でまたそういう今割となんか銀行さんなんかでも年金相談の日とか、はい、なんかそういうね、はい、ありますから、そういうのをご利用していただくと、そうですね、そういう本当に知らないですもんね、はいはい、まあなんかすごい文化番組のようないつもと違う展開でございますが、はい、最後にこれ OTA 先生のところ、はい、もしよろしければうちの方に連絡いただいても結構ですし、今時税務署の職員の方も優しく丁寧に教えていただきます。各税務署に今お電話していただくと、123で番号あ012かな、はい、してプッシュしていただくとその確定申告のセンターにつながりますので、はい、そこで一度ご確認いただけるといいかと思います。ぜひぜひ皆様、はい、利用していただいて、はい、今日はありがとうございます。また最後までお付き合いいただきます。ありがとうございます。